女性 F1 ドライバーの誕生。この言葉は定期的に聞かれると思いますが、今後数年のうちにそれが実現する可能性は極めて低いと思われます。アストン・マーティンとウィリアムズは女性ドライバーに支援をし、チームとの関係を築いていますが、現実的にその2チームが彼女たちに F1 マシーンをドライブする機会を与えることはないと感じます。7度のワールドチャンピオンのルイス・ハミルトンも女性ドライバーへの支援を公言していますが、その最終的な目標が本当に女性 F1 ドライバーの誕生なのかどうかは定かでありません。それは女性に対する差別ではなく、現実的に体力や筋力に違い、そして何より F1 で戦うだけの資格がないことと言えます。つまり、男性ドライバーと対等にやり合うだけの実力が伴わないのです。たとえ女性であっても、下位カテゴリーで圧倒的な成績を収めれば、F1 チームは自然な流れで、そのドライバーにシートを与えると思いますが、これまでの長い歴史の中で、そのような女性ドライバーは一人もいないという事実があります。カートでは女性ドライバーは男性と対等に戦っているケースはありますが、そこから先になると、女性ドライバーを取り巻く環境、体力的な部分、さらには周囲のサポートに違いが生じ、どうしても差がついてしまいます。それを解消するかのように、2019年から始まった女性だけの W シリーズですが、わずか3年で破綻し、シリーズ自体が消滅してしまいました。その3年間をすべて制したのが、現在25歳の英国人ドライバー、ジェイミー・チャドウィックです。3年間の計21戦で11勝を挙げたチャドウィックは、まさに最強最速の女性ドライバーと言えるでしょう。では、そのチャドウィックを男性ドライバーと比較した場合、どれだけ速いのでしょうか。チャドウィックは今シーズン、インディーの直下カテゴリーのインディー NXT に参戦しています。現在は12戦中の10戦の11レースまでが終了していますが、チャドウィックはランキング12位で、トップの半分ほどのポイントしか獲得できていません。これが、第10戦までの予選、決勝の順位です。予選での最高位は9位、決勝では8位となっていますが、やはり男性ドライバーに大きく遅れていることが、数字として現れています。チーム自体のマシンの戦闘力が悪いことも考えられますが、チームメイトの3人は、現在ランキング2位、5位、7位となっており、すべて年下のドライバーです。男性ドライバーに対等に戦いを挑んだチャドウィックの姿勢は、称賛すべきことですが、このことからもわかる通り、やはり女性ドライバーは男性ドライバーには勝てないと言えるのです。ちなみに、FIA が設定しているライセンスポイントでは、W シリーズとインディ NXT は、全くの同ポイントとなっています。つまり、ライセンスポイント的に言えば、W シリーズで3度のタイトルを獲得しているチャドウィックは、インディー NXT でもタイトルを獲得しなければならないことになります。昨年の2022年に、その W シリーズに参戦していた日本の野田ジュジュちゃんは、チームに恵まれず、ランキング14位でシーズンを終えていました。その時、独走でタイトルを獲得していたチャドウィック同様に、野田ジュジュちゃんは今シーズンから男性ドライバーだけのユーロフォーミュラオープンに参戦しています。今シーズンのユーロフォーミュラオープンは全8戦の計24レースが予定され、現在は半分となる第4戦までが終了しています。ユーロフォーミュラオープンは毎年のように出走台数が少なく、今シーズンも10台前後となっています。野田ジュジュちゃんは開幕戦の3レースをすべて7位でフィニッシュしており、第2戦は6位、7位、6位でした。そして第3戦のハンガリーで、突如彼女にとって有利なレギュレーションが適用されました。今シーズンのユーロフォーミュラオープンのマシンの最低重量は586キロでしたが、ハンガリーからは女性が560キロと、26キロも軽く設定されたのです。これは、男性だけのシリーズに乗り込んだ野田ジュジュちゃんが求めていたことではないと思いますが、なぜいきなりこのレギュレーションが適用されたのでしょうか。コンマ1秒を争うレースで26キロの重量差は計り知れないものとなっているでしょう。その変更もあり、
ジュジュちゃんはハンガリーでの3レースを5位、3位、9位で終えることができ、続く第4戦のポール・リカールのレース1で見事に初優勝を成し遂げ、続くレース2、レース3でも5位、6位をマークしていました。現在のランキングは5位にまで浮上しており、今後の残りの4戦も目が離せなくなっています。マシンが軽いことを生かし勝ちまくってほしいです。この F3 クラスのユーロフォーミュラオープンでジュジュちゃんが勝ったことは、他の女性ドライバーにとっても大きな出来事だと思います。できることならマシンの最低重量は性別関係なく統一してほしいと感じています。今シーズンからは消滅した W シリーズに代わる位置づけとして F1 が運営する F1 アカデミーが創設され、レースが行われています。全7戦で予定されているシリーズはすでに第6戦までが終了しており、スペインのマルタ・ガルシアが独走状態でランキングトップに立っています。そのマルタ・ガルシアは昨年の W シリーズではタイトルを獲得したチャドウィックに98ポイントという大差をつけられ、ランキング6位でシーズンを終えていたドライバーなので、男性ドライバーとレースをした時に彼女がどんな速さを見せるか疑問に感じます。 F1 アカデミーは F1 の前座で行われていないこともあり、観客がほとんどいない中でレースが行われています。それを見ていると W シリーズの二の舞にならないか心配してしまいます。この F1 アカデミーから未来の女性 F1 ドライバーは誕生するのでしょうか。かつて米国のインディーにはダニカ・パトリックというとんでもない女性ドライバーがいました。インディーで1勝、2位3回、3位3回を獲得していたレジェンドが、女性ドライバーのあり方について正論とも言えるこのような発言をしています。私が女性の F1 ドライバーを望んでいると思い込んでいるようですが、実はそうではありません。半分が女性ドライバーになっても F1 は見ていて面白いものにはならないと思います。マックス以外の誰が2番手、3番手、4番手、5番手になるかわからない。それは本当に魅力的です。女性ドライバーがそこに上り詰めるためには、最終的には男性と戦わなければなりません。適切なテストを行って女性ドライバーが速いかどうかを確認することは素晴らしい方法です。しかしそれ以上のことに関しては、私は彼女たちも男性たちと一緒にレースをすべきだと思います。もし女性ドライバーが FIA F3 や F2 で勝ち、タイトルを獲得すれば、誰からも文句を言われず、逆に男性ドライバー以上に個人スポンサーもつくと思います。しかし長年にわたり誰一人としてそれができていないのです。 F1 アカデミーにはプレマ、カンポス、カーリン、MP モータースポーツ、ART の5チームがマシンを提供しており、彼らは F3 や F2 のチームを持っています。それを活かし F1 アカデミーでタイトルを獲得したドライバー、上位でシーズンを終えたドライバーには F3 のシートを与えてほしいですが、彼らがそれを望むかどうかで現時点での女性ドライバーの位置づけがわかると思います。トトウォルフの奥さんのスージーウォルフはこう語っています。女性 F1 ドライバーの誕生は中長期的に考える必要があります。つまり我慢強くなければならないということです。その実現のためにも来年あたり野田ジュジュちゃんには FIA F3 に挑戦してほしいです。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。